皆さんこんにちは。ラカージオホールに出演いたします、ジャン・ミッシェル役の相葉裕樹です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ラカージュに出演させていただきます、アンヌ役の相原美香です。よろしくお願いします。やはりとても歴史のある作品ですので、このラカージオホールファンの皆さんの期待を裏切らないような、そんな新しいジャン・ミッシェルを僕なりに演じれたらなと思います。それと同時に、本当に初めてですので、このラカージュの世界観を皆さんと早く共有し合いながら楽しんで稽古に臨めたらなと思っています。2012年に出演させていただいた時は、宝塚を辞めて初めてのミュージカルで、本当に右も左もわからないで無我夢中でやっていたところがあるので、今回は少しでも自分自身で成長をお客様にお見せできるように精一杯頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、本当に今ここに来て初めてお会いしたので、あのガチの初めましてなので、はい、何でしょうねそうですね、僕自身は作品を通して相原さんを拝見していたので、そのイメージではすごくこうなんかきらびやかといいますか、でこう奥ゆかしいところもあるというか、ちょっと、はい、これからどんどんジャン・ミシェルとアンヌとして仲を深めていけたらなと、はい、思います。はい、私も本当に今初めてでしたので、ちょっと緊張してるんですけれども、すごいちょっと緊張してしまうタイプなので、いろいろと失敗とかも結構おちょこちょいで多いので、とんでもございません。僕もかなり多分やらかすと思うので、助けていただけたらなと。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミュージカルファンの皆さんももちろんなのですが、普段あまりこうミュージカルに触れてきてない方にも楽しんでいただけるような、本当に気軽に楽しんでいただける楽しい作品になってますし、そしてこう心温まる作品になってますので、ぜひ気軽に劇場に足を運びください。よろしくお願いします。本当に長い間愛され続けているミュージカルにこうして出演させていただけることを本当に幸せに思います。相葉さんはじめ素晴らしいキャストの皆様とご一緒させていただけるのも本当に幸せですので、精一杯頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。